こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。まあ、いろいろありますね。何が？何が？なんだかんだとさ。いや、それはそうです。何もなかったらさ、生きてる意味ないじゃん。うん。ねえ、いいな、あとは、忙しく。おかげさまで。動いてるしね。おかげさまで。なんか言いたいことあるの？そう、いやいや、俺はなんかずっとうちにいるし。だってあなたうちにいたいって言うじゃん。そうだよ。好きなんでしょ？うん、そう。じゃあ一番いいはずじゃん。うん、いや、だからいいなって言ったの。あ、そう。じゃあいいじゃん。うん、な、うん、面白いよね、そうやってね。うん、あなたは動き回ってお好きだし。そうだね。な、うん、うん。俺なんだか家で、家にいるのが好きだし。うん。うん。うん、そう思ったんだよ。なんだっけな。外でさ、うん、ね、うん、出歩いていてさ、うん、まあ結構さ、なんていうの、うん、職にしたってさ、うん、な、俺なんか家でさ、うん、適当に食べてりゃ、うん、それで満足するタイプですさ、うんうん、ね、あなたはどっかでこう美味しいもん食べたいっていうタイプですさ、うん、なあ、うん、面白いな人ってな。だからさ、あなたよく昔言ってたじゃん、狩猟民族と農耕民族の違いでさ、うん、私は狩猟民族だと、ね、うんうん、獲物を探して、うん、狩りに出るような人、うん、あなたどっちかってこうお留守番部隊というかさ、うん、農耕民族で、ね、そこで一生懸命種まいて育てる、うんうん、そういう人なんだよみたいなことあなたよく昔言ってたよな、うん、だけどその若い頃っていうかさ、うん、30代の頃もあちこち行ってたじゃん、うん、なあ、中川先生と一緒に世界中な。そうですね。パスポートにさ、なんだろう、スタンプ、入手国のスペースがなくなったもんな。あの時どうするかと思ったらさ、継ぎ足すんだよ、ね。ページ増やしたらな。あれびっくりした。それぐらいちこち行ったけど、うん、あれはあれで楽しかったけどな。うん。だからやっぱ、年代によっても違うでしょ。うん、そういうことがしたい時とさ、うん、ね、そうじゃない時と。で、私、昨日、いらっしゃったお客様、初めての方だったんだけども、うん、まあ、バックパッカーみたいな、うん、格好で、ね、世界中回ってる女性だったんだけども、うん、ああすごい素敵だったね、うんうん、ああそれもね、いいよ、それでいいと思った時期もあるもんな俺、うん、だから中国へ行った時、うんうん、30前半ね、うん、4ヶ月ぐらい、うん、まあ、俺もバックパッカーだった、うん、あちこち回って、うん、まあ、声も知らずで、うん、回ってたなあれな、うんうん、それはそれ快適だったぞ。ほら、なんか地球の歩き方とかっていうさ、うん、ガイドブックがあったりしてさ、うん、それを片手にね、動くっていうのがあって、憧れるところはないわけではなかったよね。あれはね、俺一回だけ、20代後半だったかな、ヨーロッパ行った時ね、うんうんうん、あれ持って歩いたけどね、うん、もうやめたね、うん。っていうのはね、うん、やっぱりどうしても頼るでしょ。うんうんうん、でね、なんかね、ガイドブックの確認作業してみたいだと。うん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 。書いてあることが本当にそうかな、みたいな。そう、別にそのつもりないんだけど、うん、そこ行ってるわけよ。うん、そうすると、行ってみたら、やっぱり書いてある通りだな、とかさ。うんうんうん、ね、そんな感じで動いてたわけよ、うん。ね、だからなんかさ、そんなの、バーボーしちゃってさ。うん、で、中国行った時はもう、そういうの使わずにさ、うん。自分で探してね。うん。うん、そんなふうなことしてた。だから、なんとなくね、いわゆるなんていうの、パック旅行。うんうんうん。あれやでさ、なんかよくJALパックってね、まあ、うん、JALさんが悪いわけじゃないんだけどさ、うん、一頃さ、JALパックって言って、同じみんなカバン持ってね、ツアーの参加者は。そういうツアーはね、嫌だったの。うん、だから俺も、うん、まあなんかやっぱり人と知り合ったんだよね。うん、なん自分で一人で歩くっていうのを決めてさ、うん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 、ね、うん、なんかちょっとドキドキしながらなんだけど、うん、もう、あれだったね、その辺はもう、こう、突っ張ったね。うん、だからそういうことができる人とできない人がいるんじゃん。うん、ねえ、なんか私なんかは、うん、どうなんだろうな、別にそれはそれでもいいんだけれども、どっちかってやっぱり損得を考えちゃうっていうの、うん、例えばホテルと、うん、ね、エア代と何とか考えた時に、自分一人で行くのと、うん、ね、パックで行くのとどっちが安いんだろうって考えて、あ、パックの方が安いよねみたいな感じで、うん、若い時は選んでたな、うん、なんか絶対なんかそういうのを自分でこう、なんだろう、カスタマイズしないと嫌だみたいな、こだわりはなかったね、うん、別にね、あ、そう、絶対この宿じゃないとダメだとかさ、うん、あ、そう、うん、いや、ただね、やっぱり自分のこう人生考えてもね、うん、そういうとこあるよね、やっぱり嫌なんでね、その例えば普通に大勢の人がいる、うん、多数の人がいる、サラリーマンにね、卒業したらサラリーマンになって、うん、サラリーマンで、ずっとやるとかさ、うんうん、そういうのが嫌なんだよね、少数に入りたい、そうそうそう、うん、じゃどっか人と違うことをやってるという感覚を持ちたいということ、うん、
いや人と一緒じゃないじゃないかって言われてもそれはそうだけど、うん、人と一緒じゃないということをやってると自分で感覚を持つよね、うん、自分でそこに自己満足するっていうかさ、そういうところがさ、うん、なんか大事だよね、自分にとってはね、うんうんうん、私は別にこだわりないな。なんか、銀行に勤めてた時もすごい楽しかったし、うん、だから、例えばね、よく言うじゃん、人生はこうバーコードのようなものでね、うん、例えば札幌で銀行員で働いている私という一本の線があり、ね、うん、たまたま銀行を辞めて、こういう道に入って、あなたと結婚して今東京で暮らしているというラインがあり、多分同時進行していて、向こうの私はそれはそれで楽しくやってるような気するけどね、うん、向こうだと不幸ってことは私は考えないの、あれもあれで多分素敵な人生だったと、でもじゃあそっちに戻れるよ、そっちに戻るかいって聞かれた時に、いや私今この人生好きですっていう、そういう感覚かな、ね、でもね、俺はねやっぱりサラリーマンってできなかったかなと思うね、自分で思うとね、もし会社変わってたろ、だから行き詰まってるな完全にな。だからあなたはもともと入った会社でね、世界を飛び回る、部署に行って、そういうのしたかったわけじゃん、もしそれが叶ってたらワクワクしてやってなかった、やってなかったもんね。ああそう、本当はそんな好きじゃなかったの。あ本当はね、本当はね、うん、という気もするの。若気の至りでそうだと思って就職したけど、そうだから、なんてあの頃ってさ、もう、まあ、洗脳されてるわけだから、そのなんていうのかっこいい仕事とかさ、要するに仕事一生懸命やるっていうこと、うん、で会社にまあメッシュ方向じゃないけど、うんうん、で終身雇用で出世してとかさ、もうそういうこう今とは全然違うシステムがあったわけだから、そういう中でさ、やっぱりその枠の中での良さっていうかさ、そういうものを求めてたからね、だから多分そんな、世界回って人と交渉したりとかさ、なんか経済的なことでね、なんかこう動かしていくとかさ、そんなことはさ、無理だね、そういうタイプじゃないっていうことは分かってね、だからそこでも絶対無理が来てるなと思う、そういう違う方向に努力した、だから俺別にサラリーマンやっても一生懸命やったんだから、わずか時間期間だったけど、一生懸命やったけど、なんかこうちぐはぐだったよね、それは今考えるとね、だから本当にこの、フリーのライターになった東京へ行きました、でフリーになりました、でフリーの良さっていうのはね、自分がやるべきことやればいいのよ、サラリーマンだったらなんか余計なことも言わなくちゃいけないわけよ、やっぱり組織の中、人の組織の中だからさ、ね、まあ、余計っていうかさ、なんか周りに気を配りながらさ、ね、なんかやらなくちゃいけないし、いろいろと、でもフリーライターってのは自分がこれをやるって契約したらそれやればよかった、だからそれがねものすごく自分には良かったっていうかね、肩の荷が下りた、本当に肩の荷が下りるってね、このことだなと思う、その要するに比喩じゃないの、本当に楽になったの、肩が本当に降りたんだ、本当に軽くなったの肩が、はあ、これはね俺本当に今でも覚えてる、はあ、まあだからそういうなんか、まあいろんな人がさ言うじゃん、なんていうの、余計なもん背負ってしんどいもんするって、あるでしょ、なんか自分で、人に任せばいいもん自分でやってしまうとかさ、ね、でしんどいもんしてるって人いっぱいいるじゃん、だそういう感覚さ、でもフリーライターってのは この仕事をやってください、分かりました、やります、はいできました、はいお給料ですっていう、そういう単純なやり取りなのよ、例えばアルバイトで1時間働いたら時給いくらです、1時間働いてくださいって、はい1時間分ください、さようならっていう、そういう割り切り方、そういう割り切りができるわけや、だからサラリーマンやったらそういうことできないからさ、やっぱりいろんな背負って、なんか死んでもしたと思うね、いや決して楽じゃないよ、そのフリーの仕事っていうのはまだこれね、だって依頼がもしたことするだからね、そうそういうふうないろんなことあるけどさ、それでもそっちの方が快適なんだ、そう快適だと思う、だからやっぱりあんまり人間関係は得意じゃないなんだろうね、いやでもさそう言いながら、例えばね毎年本当にね、この前も内先生と講演会と忘年会やって、たくさんの人集まってくれたけどさ、でもやっぱああやってたくさんの人に囲まれたらやっぱ嬉しいじゃん、いや嬉しいよ、そう、だから本当にその本当に気の合う仲間と、ね、もうその損得関係なく、そうだね、ね、利害関係なく、そう、それでさわーわー言ってるという世界はすごい、ね、いいんだよね、そう、多分そうだと思うね、はあ面白いね、まあだからそういうふうなこう特徴を生かしながら、またあなたにはあなたのね、なんかこう
調和を取るというかさそうね、なバランスをうまく取りながら、うん、物事をきちんと進めていくというね、うんうん、なんとなくなんとなくわーっと流れていくのが俺の流れだ、うん、あとはきちんとこう区切りをつけて進めていく。そうね、私はなんか自分で選んだっていうそういう実感が欲しいんだろうねきっとね、うん、私は好きでこれを選んでるんだっていう実感みたいな、ね、そうだよな、私はパーマと魂の傾向だと思います。そうだよな、うんうんうん、まあの時間だったね。そうですね、よく、うん、まあよくやって喋るのがいいね本当に面白いですね。ね。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。